ハボマイ群島、ハボマイ群島あるいは、ハボマイ諸島は、北海道島の東端である、ネムロ半島のノサップ岬の沖合3 7トルから、北東に点在する島々である。ロシア連邦の実効支配下にあり、ロシア政府と日本政府の双方が、自国の領有権を主張している。ハボマイの由来は、先住民族、アイヌの母語である、アイヌ語の、ハ、アプオマイ。 覆っている氷が退く、小島、そこにあるところ流氷が退くと小島がそこにあるところから、ロシア名は、ハボマイ諸島、英語表記はである。第二次世界大戦前は、水晶諸島や御用、マイ諸島、あるいは、シコタン島まで含めて、シコタン列島と呼んでいたこともあった。地質構造的には、シコタン島とともに、ネムル半島の延長が、 部分的に干没したものとされ、地形や植生なども根室半島に似ている。第地条の平坦な島々が多い。いわゆる北方領土の一つであり、複数の強小な島からなる。中央に位置する死没島が最も大きい。なお、諸島であるが、北方四島のうちの一島として扱われる。歯舞は四島全体の2%の面積を占める。 ハボマイ群島に含まれる島は、東から水道ごとに挟んでまとめると順に次の通りとなる。当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び北方領土問題の項目を、現状に関しては、サハリン州の項目を参照のこと。日本の国土地理院は、以前、ハボマイ諸島と表記していたが、根室市から北方領土返還要求運動の現場や、 教育現場で、ハボマイ群島やハボマイ諸島が扱われ混乱が生じているとハボマイ群島への地名変更の持ちが国土地理院に寄せられたため、国土地理院と海上保安庁海洋情報部で構成する地名等の統一に関する連絡協議会において決定地名のハボマイ諸島をハボマイ群島、ハボマ群島へ変更した。18世紀末の江戸時代に、 江戸幕府の江戸地調査隊によって比較的に正確な地図が描かれ、岩礁も含む透明が明示されてから、日本国内で存在が広く認知されるようになった。当時の記録によれば、歯舞群島は無人島であった。文化4年、1807年に幕府が東江戸地を直轄地としてから仕事端島とともに、出稼ぎ労働者による昆布の採取が開始された。 定住が開始されたのは、明治10年、1877年以後で、北海道、函館の工業紹介が、昆布採取のために貸し出した資金で生産者、漁師などが居住した。その後も、島内の産業は、昆布や海苔、ホタテ貝の採取を中心とし、タラなどの沖合漁業も行っていた。また、百合島や死没島、タラク島では、約200頭ずつ馬を飼育していたという。 明治時代は、対岸の御葉、舞村に属していたため、御用前諸島と呼ばれていた。大正4年、1915年、御用前村は、ハボ前村と合併し、ハボ前村となった。このため御用前諸島は、ハボ前イ群島と呼ばれるようになったが、戦後になっても御用前諸島と呼ばれることもあった。昭和20年、1945年の第二次世界。 大戦終結時の総人口は約4500名で、漁業人口は95%であった。1945年、昭和20年9月2日、太平洋戦争、大東亜戦争が日本の降伏により終結し、一般命令第1号が発令された。この命令により、千島列島の中流日本軍はソ連極東軍に降伏することがただしされると、 ソ連軍が上陸して占領下に入った。9月27日にはマッカーサーライン、マッカーサーラインが規定され、ハボマイ軍島近海における日本漁船の活動が禁止されたが、マッカーサーラインはノサップ岬と水晶島の中間とされたため、貝殻島は日本の海域とされた。しかし、1948年、 昭和23年12月にマッカーサーラインが、ノサップ岬と貝殻島の中間に引き直され、貝殻島周辺海域もソビエト連邦の実行支配下に入った。翌1946年、昭和21年1月29日、GHQ の指令第67号により、ハボマイ軍島に対する日本の主政権が停止されると、2月20日に、 ソ連政府が自国領編入を宣言した。以来、ソビエト連邦及び1991年、平成3年以降は後継にあたるロシア連邦の実行支配下にある。戦前は、対岸の花咲郡ハボマイ村に属していたが、1959年、昭和34年にハボマイ村が根室市と合併したた、現在は根室市に属している。しかし、2017年、 平成29年現在の時点においても、日本の市政権は、及んでいない。ハボマイ軍島が、ソ連の実効支配下に入ったことにより、周辺地域の漁民は急防し、打歩の危険を犯してまで、ハボマイ軍島近海に失業した。しかし、1961年、昭和36年8月23日から28日に、かけて33隻の漁がソ連に打歩されたため、 ハボマイ群島近海での安全操業を求める声が強くなった。これを受けて、大日本水産会会長であった高崎達之助がソ連と交渉を行った結果、1963年、昭和38年6月10日に日ソ、貝殻島昆布採取協定が締結された。日ソ、貝殻島昆布採取協定はあくまで民間協定とされ、ソ連側に入魚量を支払うことで、 6月から9月にかけて貝殻島、おどけ島、萌もじり島近海において、漁獲枠内の昆布漁が可能となる協定である。日ソ、日露、貝殻島昆布採取協定は、数年の中断期間はあったものの、2017年、現在有効であり、2016年、平成28年には241隻の漁船が、失漁し、 ロシア側に9026万円の入魚料を支払った。日本政府の見解としては、同等のロシアによる占領は、日ソ中立条約に違反したい法行為であり、現在に至るまでロシアによる不法選挙下にあるものとしている。過去、国会答弁において、ソ連による選挙が不法とは、必ずしも言えないとの答弁がなされたことがあるが、これは答弁者によって、 時として表現の際があり得るものと説明されている。いずれにせよ、北方領土は日本固有の領土であるとの見解が日本の一貫して主張するところであり、現在はロシアによる同等の選挙は不法選挙であると明確に表明されている。また、ハボマイ軍党は1956年、昭和31年に締結された日ソ共同宣言において、 平和条約締結後には、四股短島と共に、日本に引き渡されることが取り決められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。